い、どうもこんにちは、中村美香です。2月4日の日にまた妊婦検診に行ってきました。でその時にエコーを取ってもらったんですけど、元気そうですね。頭ですね、頭だけで37ミリぐらい。これ心臓心拍数も正常ですね、大人の倍ぐらいね、心拍数あって結構早いんですよね、だから赤ちゃんのウエストのとこですね、胃袋も見えていて、今日はベビーちゃん 142g ぐらい体重があります。羊水量も正常ね。赤ちゃんの足の裏、かかと、つま先、ちゃんと指がね、見えてて、両方2つ足がちゃんとありますね。顔、手をバタバタしてる。あ、こっち向いてる、すごい動いてる。どう？なんか結構動いてるのがよくわかるようにね、うっすらなんとなくこう目鼻口ですね、ちょっとこうなんていうかな、下から見てるような、ここにこう本当足があって手があってね、なってますね。元気ですね。赤ちゃんの経過はねすごく良くて元気だし、今のところサイズとか体重とかも問題ないということなので、そう、元気に育ってくれていて良かったなと思って安心しています。性別が分かったらね、あの名前を決めたりとか、こう洋服買いに行ったりとかね、いろいろできるかなと思うからね、ちょっと早く知りたくてそわそわしているんですけど、もう少し待ちたいと思います。で今日は2月の14日バレンタインなんですけれども、今日ね犬の日って言って安産祈願をするといいよって言われている日で、今日は旦那さんと私のお母さんと3人で安産祈願ですごい有名な水天宮っていう神社に行っていきたいと思います。ちょっとそちらも少し撮影したのでご覧ください。はい、今日は2月14日で犬の日になります。安産祈願に行ってくるので、楽天で購入したこちらの犬印の副帯を巻いていこうと思います。はい、副帯をつけたらこんな感じです。これなんかこの骨盤ベルトもセットになってるから、これからお腹がね、大きくなってもずっと使えるそうです。ちょっと苦しいかな。結構締め付けある感じもするけど、こんな感じ。はい、今日は安産祈願で水天宮に来ています。赤ちゃんのやつも撮っとってもいいんじゃないの。おみくじを買いました。はい、見せてください。手間取っております。難しい。簡単に出てくるの。もたもたしております。ぐしゃぐしゃになっております。うるさいな。あ、なんか入ってて、おたふくだって。前そういう、ああ、中吉？中吉。前進するとは無心のこと、余計な心配をするよりも、今日なすべきこと、今なすべきことに全力を尽くす、あなたの願望なんです。願望、仕事。いい例です。じゃあ旦那さんは、何だった？それ、何それ、道？おたふく。あ、うなせ、大吉じゃん、そうじゃん。え、マジでいつも大吉じゃない？マジで？正月のも全部大吉だ。今日はこれしかないんじゃないの？はい。いただきます。ここはもう破っちゃった。破いて、汚いとぐちゃぐちゃになるよ。
今日とかないんじゃない、これは。わかんないよ。違うやつ、大黒天。お、お金持ちになるやつじゃん。やりましたね、金運アップですよ。せい、せい、生きるとは、いいじゃん、ちょうど。そして、あ、大吉だ。やったー。やりました、大喜びです。嬉しい。ニコニコです。これは、お産、何の問題もありません。よかったね。あんたんです。よかった。よかった、よかった。はい、コロナ禍だったのでね、安産祈願は妊婦さん一人しか入れなかったんですけれども、こんな感じでいろんなものをもらいました。もしね、水天宮行く人がいたらおみくじもぜひやってみてください。こんな感じでね、無事にご祈祷もできて、安産のね、赤ちゃんが生まれることを願っています。今はね、妊娠18週目なんですけど、お腹はね、お腹はこんな感じです。ちょっと私反り腰だからね、余計なんかポコってなってくるするけど、こんなくらい。これがどん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 出ていくのかなと思います。はい、今日はそんな感じでした。じゃあちょっと次の動画ではね、性別が分かっていると思うので、アナさんにサプライズでね、性別を報告したいと思います。皆さんもどっちか予想しておいてください。ありがとうございます。バイバイ。